広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよっぴー、よっぴーフットです。くずらげんちです。ななぷるです。今回は1月26日発売のポケカの新グッズを発売前に開封していきます。イエイ。はい、たくさんございます。はい、今回ね、注目の商品もございまして、新しいカードボックスあるんですよ。こちらもね、紹介していくので最後まで見ていってください。ではまずはコライドンとミライドンが描かれたグッズから紹介していきます。まずはコライドンのデッキシールドです。こちらです。はい、プレミアムグロスということでツヤツヤに輝いておりますよ。めっちゃツヤツヤだ。はい、スターターデッキ&ビルドセットもね、同日発売ということで、そのパッケージに描かれているイラストと同じものになっております。口めっちゃ大きく開けてて迫力ありますね。ね、叫んでる感じ、パワー感じます、うん、これにね、コライドン EX 入りのデッキを入れるのとかもいいんじゃないでしょうか、うん、続いてデッキケースです、うん、こちらもね、同じデザインになっておりまして、横とかね、うん、こんな感じになっております、うん、まあ、よりね、大きくイラストが見える感じがします、うん、でそして上もね、ポケモンカードゲーム入ってるんですけど、はい、全体的にこの白っぽいデザインが黒のとこね、こうやって映えるようになっておりまして、かっこいいデザインになっております。なんかゴツゴツ感があっていいですね。そうだね、うん、で下がこんな感じ、はい、後ろがこんな感じです。色が違うね。はい、なんかね、大地を感じさせるような古代っぽいデザイン、かっこいいと思います、うん、パカッと開けまして、仕切り板が出てきます。はい、はい、2枚入っております。お次はミライドンのデッキシールドです、うん、じゃじゃーんと、はい、こちらもね、プレミアムグロスということでツヤツヤです、うん、いいね、はい、青く光ってるね、めっちゃかっこいいと思います。この青マジかっこいいです ね、周りにさ、ほとばしてる電気とぴったりな感じの色合いですね、うん、はい、これはもうぜひね、ミライドン EX 入れたデッキなのでね、使いたいですね。使いたいね、うん、続いてデッキケースです、うん、こんな感じでね、同じイラストになっていまして、うん、さっきナナップルが言ったこのほとばしる電撃みたいなのもよく見えますよ。パワーがめっちゃ伝わってきますね。はい、そして上ですね、ポケモンカードゲーム、そして、うん、このね、白くもやっぽくかかってるところが、うんうん、まあ、ドットっぽいね、デザインになっておりまして、うん、まあ、未来感をね、演出してくれてます。で下がですね、こんな感じで、こちら青です、うん、こちらもね、ドットのデザインがありまして、後ろがこんな感じです。あ、かっこいいですね。はい、開けてみると仕切り板が出てきます。こちらも2枚入っております。続いてゲンガーが描かれたグッズ紹介していきたいと思います。ではまずデッキシールドから見ていきましょう。こちらです。はい、めちゃくちゃ良くないですか、この絵柄ね。なんか絵本感といいますか、うん、ちょっとこう柔らかいタッチが素敵ですよね。しかもめっちゃツヤツヤしてない？そうなんですよ、こうプレミアムグロスになっていて、わかりますか、わかる。縁だけじゃなくて目の部分もこう光ってるんですよ。これめっちゃいい。この森の中をこう散歩してるようなゲンガも可愛いですし、うん、この奥の方に見えるこのお城かこう屋敷かこう建物があるんですけれども、うんうん、こういうものもあって、なんかこういろんなストーリーをね、考えさせられるようなイラストになっています。続いてデッキケースです、うん、こちらも可愛いですよ。ニコニコゲンガがボタンっているね。ゲンガライオンって感じ言うね。かわいい。わかります、手のポーズのこれがうにょうにょ感が僕はとてもツボですね。どういうポーズなんだこれは。かわいい。そしてちょっとちらっと見えてるんですけれども、うん、上の方ゴーストがいるんですよ。いいですね、かわいい。揃ってるね。ね、さあそして横も見ていってみましょう。ヤミラミが、かわいい、見てる。こっそりね、紛れてますね。はい、反対側も、あー、いっぱいいる。増えてる。かわいい。ちょっと顔出してるの、かわいいな。なんかちっちゃいですね。めっちゃかわいい。後ろ、こんな感じになっています、うん。はい、そして下側、こんな感じになっていて、じゃあ中開けていきたいと思います。よっ。はい、仕切り板、こんな感じになっています。先ほど紹介したデッキシールドと合わせて使ってあげたらおしゃれですね。うん、続いてコレクションファイルです、うん、イラストが大きく見えて嬉しいですね、はい、これ見てください、なんか矢印の看板みたいなの立ってますよ。なんかいざなわれてる感じするね、うん、かもしれないですよね。待って、この先さ、はいはい、わかるかな、
この矢印の先にあなんか目みたいな本当だチュンチュンってあって、うん、なんだろうねこれは怪しげなものがいるかもしれない、うんうん、この奥の方にこうお屋敷も見えますしね、はい、なんかいいですね雰囲気すごい僕好きですね。はい、背拍子こんな感じになっています、はい、紫の文字が可愛いですね、うん、そして裏こんな感じです、うん、さあじゃあ中見ていきましょう。こんな感じになっていて4ポケットのファイルが入っています。最大で80枚のカードを収納することができます。続いてデッキシールドニャビー&エネコです。よっ、あーかわいい、かわいすぎか、さすがにかわいすぎる、うん、このピンクを基調とした感じもすごいかわいいですし、うん、このわかります、この2匹の表情もね本当にかわいいんですよ。エネコ楽しそう、うん、なんかこうちょっとニャビーの尻尾を見てるのかな気になってそうな顔してますよね。じゃれ合ってる感じしますね、うん、ニャビーもねこうちょっと口元に手がいってるのが可愛いですよね。このポーズが本当に可愛い、ね、たまらん。片目つぶってますよね、うん、ちょっとツンとしてる感じですかね。なんかちょっとこうエネコの方は向いてないんですけど、うん、なんかでもちょっと表情楽しそうですよね。楽しそうで、このポケモンカードゲームのこのフォントなんですけど、これがちょっとなんで糸っぽくなってて、なんかこれも本当に可愛らしいですよね。この M の部分とか特にこうくるってなってるところがねツボですね、うん、あと G のところが肉球っぽくなってるのかな、うんうん、本当だ、これ可愛い、いや本当だ、めっちゃ可愛いじゃん。これこのエネコの尻尾のここにも見えますよね、この、あ確かに確かに、すごいこれ本当に随所にデザインがねこだわりが見れてすごく可愛いですね。続いてはベルとポケモンたちが描かれたグッズを紹介していきます。はい、こちらデッキシールドです。ベルとねポケモンたちが描かれてて可愛いですね、もう一言めちゃくちゃ可愛い。みんなでここねテーブルの上のスイーツとかハンバーガーとか一緒に食べてる時間なんですかね、はいはいはい、いいね。チラーミーとブンダもね横に一緒にいます、うん、このベルの一番近くにいるスイーツ、うん、ミジュマルの顔っぽくなってるの超可愛くない？可愛い、これすごいな。アイスかな、ですかね、めっちゃ可愛いですね、うん、チラーミーはすごいね楽しそうな表情なんですけど、うん、掃除してくれてるのかな。確かにねこの枯葉がね、うん、ここら辺に集まってるもんね、はい、ポケモンたちをね見守るベルの表情もねあらあらって感じですごい素敵だなと思いました。はい、続いてこちらデッキケースです、うん、さっきのねポケモンたちもいて、あユニランいますね。お、はい、でさなんかさ浮いてるんだよ、んスイーツが浮いちゃってる、うわー、あーマークルスいる浮かせているのは君だったか君だったか、いっぱい浮いてるし椅子も見て浮いてる、本当だ、かわいい、浮かしちゃって楽しんでますね、うん、左の方を見ていくと、お、色地化がいます。そしてエルフンとモンメもいて可愛い、表情がめっちゃ可愛いです。うん、ポケモンたくさんでいいですね、うん、やっぱ秋の姿だからね、今秋なんですね、ここに枯葉とかもあったりするし、確かに確かに。そして後ろです、うわ表情がよく見えますね、色地化見てる、うん、見てるね、ちょっと食べたいなって感じなのかもそして上がこんな感じです。あ、いいお天気ですね、はい、うん、で下がオレンジ色になってます、うん、よし開けまして、仕切り板2枚入ってます、こちらです。うわー、ほのぼのとしたねイラストでめっちゃ癒されますね、良いです。そしてこちらプレイマットです。来ました、このね大きく見れる感じが本当にたまんないですね、この全体の淡い感じの色合いとかがもうすごい朗らかな雰囲気が伝わってきて、いや癒しでしかないですね、ポカポカしてます、うん、そしてこうやって見てみると、うん、このねユニランがねランクルスにお菓子と一緒に浮かされちゃってんのかなみたいな感じもねしますね、確かにあとここちょ気づいたんですけど、うん、見えるかな、このラテアートっぽいところビクティニになってるんですよ。あ、お、え、看板に書いてある、そうです、これめっちゃいい、めっちゃいいね、ベル好きな方はぜひ使ってみてください。続いてはこちらのカードボックス2種を紹介していきます。はい、片方ね開けてみたんですけど袋に組み立て方法が書いてあるので実際に組み立ててみたいと思います。では開いてみますと、うん、おお、なるほど、いろいろ入ってますね、はい、こちらをまずちょっとね縦にしてもらって、うん、縦にしたらこっち側のねこの横のところを持ち上げます、うんうん、はい、こんな感じでちょっとね立体的になりました。なるほど、そしたらこのねこのへこみがあるこの上下のやつを下に押し下げて固定します。先ほどね入っていたこちら、これがね仕切りになりますので組み立てます。
こういうね形にしたらこれを横にして中に入れます。これで完成でございます。じゃん。こちらカードボックススカーレットブックということで、ポケットモンスタースカーレットに登場するスカーレットブックがモチーフとなったデザインです。めっちゃ素敵じゃないですか。マジでかっこいいです。これこれさ、お家のリビングとかに置いてあってもさ、おしゃれだなって思う。ね、めっちゃおしゃれ。このねちょっと暗めの赤にこのねゴールドがキラキラしてるんですよ。おー、いいですね。そう、めっちゃ生えてて、で真ん中にはねコライドンのシルエットがあって、これすごいかっこいいです。そしてね、背拍子こんな感じになってるんですね。うん、これ足跡みたいのもあっていいですね。うん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 、で後ろがこんな感じになってます。そして、ね、横こんな感じになってます。おお、本だ、ね、ブックです。すごいっすね。裏もねこんな感じになってます。じゃ開けてみますね。はい、このね開けるところがマグネットになっていてピタッとくっつくので、はい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 、パカパカしづらいのがすごいいいですね。嬉しいですね。はい、そして仕切り板もついております。開けてみます。仕切り板が、ね、合計で6枚入っているので、これでねカードの仕分けもしやすいかなと思います。うん、続いてバイオレットブックの方も組み立ててみます。はい、組み立ててみました。こっちも素晴らしい。いや、マジでいいっすね。めっちゃ良くない？これさ、横にさ、こうやって、え、見て、ね、めっちゃいい、ね、これ、隣に並べて飾りたいまでありますね。欲しい、本当に。うん、こちらにミライドンのシルエットが描かれてます。うん、これもね、なんて書いてあるのか気になりますよね。そうですね。そして横見てみます。こんな感じで、うんうん、後ろこんな感じです。こっちもね、本っぽいデザインになってます。はい、いいですね。うん、じゃあこちらも開けてみます。はい、こんな感じ で、うん、でここにね、さっき気づかなかったんですけど、ここにポケモンカードゲームっていうロゴも入ってます。うん、内部までデザインが凝ってていいですね。うん、そして仕切り板もね、6枚入っているので、ぜひ収納に役立ててみてください。はい、ということで今回は1月26日発売のポケカの新グッズたちを発売前に開封して紹介していきました。今日の動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバーイ。